ミスターアミムさん、今回も動画ありがとうございます。非常に面白かったと思います。でこの辺でですね、ちょっとね、動画をドラマチックにするために私のアイデアを申し上げますね。それは一番最初のタイトルコールの時に、今日はジャッキーチェーンを意識してやってみようかと思いますみたいな感じで触れ込みを入れるんですよ。で本編の方ではジャッキーだったらここでこういう風な声を上げるんじゃないかなみたいなことをね、解説で入れながらやるとちょっと面白いかなっていうのが一つで、タイトルの方にジャッキーチェーンだったらこうやるみたいなことを入れといて、ジャッキーチェーンというねタイトルタグを入れることと、あと40代の方、50代の方っていうのはジャッキーチェーンで育った世代なんですごく好きなんですよね。だからまあ見てみようかなって感じでクリックさせる可能性がちょっと高まるかなと思います。でこれを応用編でですね、何回も何回も続けるために、次の日はですね、ブルース・リーだったらとかね、シルベスター・スタローンだったらとかね、ランボーだったらとかね、ロッキーだったらとかね、シュワルツネガーだったらみたいな感じで、ターミネーターだったらみたいな感じで、このシリーズずっとできるんですよ。でこういう風にしていって、何かになりきってやってみるみたいなタイトルをやると、30日間のこのトライアルがですね、ただ同じような似たような動画がずっと並ぶというよりも、一つ一つに独特な演出が入ってきて面白さがまた出てくるんではないかなと思います。こういう風なアイデアはいかがでしょうかね。であとはですね、ライフサイクルですよね。マッチョになろうと思ったら、実はですね、朝日を浴びた時間に起きるっていうのが重要だっていう説もあったりとかね、日中に活動して夜はしっかりと寝て睡眠をとって、体の要するに筋肉を作って、贅肉をこう何ですか、消化する酵素っていうのは睡眠時間、特に深夜に出るそうなんですよ。だから深夜に起きていたら痩せないっていうね、こういう説もあるそうなんですけども、そういう説を紹介しながら、私のライフスタイルはこうですっていうのをね、お話してみるとかしてみたらいかがかなと思いますよね。でも全体的には本当ね、動画の編集とか、タイトルのこの BGMとかね、非常にうまくまとまっていて、で動画も見やすい光の量とかね、それから音声とか音量とかっていうのもできてますんで、結構ね、動画のセンスっていうのはあるんじゃないかなと思います。あとは企画ですよね。私が冒頭でお話したような、誰々になりきってみるみたいな企画とか、タイトルタグを意識してタイトルをつけてみるとか、こういったところでバージョンアップできるんじゃないかなと思います。本日もありがとうございました。これからも頑張ってください。ハロー YouTube。